とやってまいりました。やってまいったでござるよ。はるばるこちらとあるご住宅にやってまいりました。私からですね、我々モノマネゲームモノマネ芸人ですけども、もう一組いるんですよね。そうなんです。ゲーム芸人って方がいらっしゃるんですか。先駆者と言っても過言ではない。そうですね、はい。まあゲームソフトをもう何千本もコレクションしてる。最初1000本コレクションしてますっていうのでテレビが出てたと思う。今どんどん増えてるみたいらしいんでね、はい、今日初の昔ね、うん、ゲーム番組ゲームレコードグランプリで番組で共演してたんですけど、うん、そう僕もそれ以来あんまりお会いしてない。そうそう、ただファミ通とかでお互い乗ったりしてるんで。そうなんだよね。これは行かなきゃいけないだろう。そうそう、ということでゲーム芸人藤田君の家にやってまいりました。おはようございます。ね、早速コレクションの数々、はい、見ていきたいと思います。 OK、ラウンド1。はい、どすこい。You win。 ちょっとね、ボス先見てみましょうか。フィギュアとか持ってるね。これもゲームソフトがいっぱいですけど、フェイクのジュースを入れますね。フェイクですね。フェイクなドリンク、フェイクなんです。すごいな。ずっとビジこれ飲んでるのかな。じゃあ飲んでるんだ。あとで言おう。あとで言おうじゃないそこまずいだろ。くせえな。
何が入ってるんですかね。ジェットゲーム。ジェットゲーム。出さないんだもんな。あっちのめっちゃありますよ。ですよね。あ、なんか使わないで。まあ、ぶっちゃけのここには住めるスペースなんですって、まあ、見たらびっくりするんですけど、ここに2つ部屋借りてて、それもこんな感じらしいです。じゃあやっぱ、ね、僕らが会った時に1000本以上持ってますって言ってましたけど、ソフト。マジ本当何千本とかだったじゃないですか。じゃあ同じような部屋が。Thank you.